今回はこんなボードを書いてみました。 YouTube 子ダラダラ考えるのコーナーですけど、皆さんマネタイズ目的にでやるっていうことが多いんでしょうけど、これはあまりおすすめできない。カリスマ性のある人はこれでもいいと思いますし、その企画とかで芸能人さんがやったりするのはまあわからんでもないんですが、それがその本質ではないと思います。おすすめとしては生活記録や趣味を極める、自分のその何だろう、根っこの部分っていうんですか、本当に例えばやりたいことっていうのがあると思うんですけど、それに対するそのアクションをとりあえずやってみるっていうことで YouTube を利用するっていうのは意外と効果あるんじゃないかと思います。まあスポーツでもいいんでしょうけど、私の場合あんまりスポーツは好きではないので、そのどうしてもプラモデルとか、あとカメラの練習とか、そんなことをちょっと目的にしてみようかなんて思ってるんですけども、見バレ問題ありますね。ただまあそういうのを気にしてやっている時代でもないと思うんですよね。もう令和っていうのはどちらかというとそのコミュニケーションツール的に使って逆に見バレしても困らないぐらいの勢いっていうのもあった方が、なんかのブレイクスルー、自分の殻を破るみたいなことになるのかもしれません。生活リズムになる、毎週例えば毎週撮るとかがある種その娯楽となるのかもしれません。あと若い人におすすめなのが語学として利用する YouTube、 やはりその YouTube ってグローバルに広がれていると思います。動画が世界中に再生される起爆力を持っているっていうことはかなりな、本当はすごいことだと思いますけど、昔なかったですからね。例えば海外にその昔は留学してその語学を勉強したりしたことが今はその気楽にできるんだから、これは利用しない手はないと思います。まあみんながやってるからとか、まあ僕なんかもそうなんですけども、天の弱なところがあって、みんなやってるから僕やらなくてもいいやみたいになるのはどうしてもあると思うんですけど、まあやりたければやってみたらいいんじゃないっていうことですよね。うん、日本が島国なのでどうしてもその免疫を入れるというか、ある程度その意識を持って行動を起こして、なんだろう、他の血を入れるっていうんでしょうかね、変わった考えを絶えず持って、問題意識を抱えて生きていくっていうことをしないとこう煮詰まってしまうんじゃないかと思うんだよね。ただ若いうちって意外とそういうのわからないかもしれないんですけど、やっぱり日本って島国ですから、完全にもう今も少子化ですし、その煮詰まってるから、まあ、カジュアルに外国の感覚でを取得して、その今の日本っておかしいよねっていうことを言ってくと、多分首の皮一枚でその生き残れる、サバイブできるんじゃないのかと私は思いますが、どうでしょうか。はい、
ライバーやり続きです。こんな感じの本読んでます。映画関係多いですね。最近でも目があんまり見えなくなってきてるんで、映画自体は見るのすごく減りました。そのうち書評でもやりたい気もするけど、そこまでの体力は残ってませんね。今日はこんなところです。今日は YouTuber ダラダラ見ての記録です。本日の参戦、1番目はレトルトさんの、いろいろあるんですけど、クイズ堀川くんのそのネタ提供が非常に面白いと思いました。2番目はポコポコマイチューブさん、いろいろ作られてる方なんですが、そのセレクションがマニアックで、ゲッター3のプラモデルとかレッドホークヤマトとか、そのあたり作るのがすごく好感持てます。3番目はトレトレチャンネルさん、新作上がるととりあえず見ます。結構長いことやられてまして、継続力がすごいと思います。最近ダムに行ったがとのことで、ちょっと驚きました。